伊藤久夫、伊藤久夫、伊藤久夫、1910年、明治43年7月7日から1983年、昭和58年4月25日は、日本の歌手。本名、伊藤四十三男、伊藤久夫、福島県本宮市出身。本名の四十三男は、青年の明治43年に由来、元妻は、 戦前にコロンビアレコード等で活躍した元芸者歌手、赤坂百太郎、大西ふさ子。聖火は、福島県足達郡元宮町、現本宮市の旧家。父親は、立憲政友会所属で、県会議員を務めた、伊藤いよいよ、兄は、福島県議会議員を経て、戦後に自由民主党所属の衆議院議員を務める、伊藤のぼりである。大変裕福な家庭で、当時は、 まだ珍しかったピアノに没頭し、中学、旧生の頃にはピアニストを志望するようになる。家族親族の反対を押し切る単身状況、音楽を制御とすることに反対していた家族へのカモフラージュのため、東京農業大学に入学。その後、同郷の新進作曲家、古関裕二と婚姻になり、家族には知らせず、農大を退学、帝国音楽学校に進む。同行では、 東京の声楽家、平間綾久に指示する。その後、農大を退学したことが、家族に知られ、毎月の仕送りが止まり、音楽学校の同級生と共に、コロンビア吹き込み所で、愛の手や林の吹き込みのアルバイトを始める。ピアニスト志望だった43男としては、不本意だったが、これが後に作曲家やディレクターたちの耳に止まることになる。1932年。 昭和7年、古籍有事の勧めにより、1933年、昭和8年6月25日付で、伊藤久夫名義で、リーガル、コロンビアのンカレーベルから、今宵の雨でデビュー。コロンビアからのデビューは、同年9月の、ニセコスキーコータで、宮本和夫の名前で発売。出身地本宮をひっくり返した芸名だった。その間、 アルバイトとして太平レコードにて、内海志郎名義でレコーディング。その後、コロンビアでは、伊藤久夫、リーガルでは、宮本和夫を使用していたが、1935年、昭和10年、別れきての発売を機に芸名を、伊藤久夫に統一。伊藤久夫の女性豊かなバリトンで、昭和10年代前半から、戦時下用、軍歌のレコーディングが多く、伊藤久夫としての、 初めてのヒットは、日中戦争、品事編を題材とする1938年、昭和13年の、古城の尺八、2月20日発売。異問演奏で、藤原義江に、叙情的なバリトーンを流行歌手として活かすことを勧められる。一時期は、オペラ歌手としての進路も検討したが、同年に、異問のため服部良一、ハットリョウ赤坂小梅らと、 中国戦線の日本軍部隊を訪れた際、自分の歌に涙を流す兵隊の姿を目の当たりにし、流行歌手としての塔を選択した。その後、暁に祈る、白蘭の歌、高原の領収、お島千太郎旅歌と、連続してヒットを飛ばし、スター歌手としての地位を確立した。1940年、昭和15年、日劇のアトラクションに出演し、伊藤が歌う、 熱さの誓いを客席で見た岡本厚夫は、その歌声に感動し、歌手になる決意をしたと述0している。一方、僕突としたセリフ回しながら、多くの映画にも起用され、1939年、昭和14年小畜映画、純情二重奏に、流しの芸術家として、本人が主題歌を担当している1940年、聖戦相場不赤月に祈るには歌う兵隊として、 さらに1942年、昭和17年には、大英映画、歌う、たぬき御殿には、村の青年役として、スクリーンでも活躍した。終戦直後は、戦時歌謡を多く歌った、責任感から、疎開先に引きこもり酒に溺れ、再起不能とも言われたが、1947年、昭和22年、小畜映画、地獄の顔、監督、牧野正弘主題歌、 夜更けの街で、カバック。その後は、シベリアエレジー、イオマンテの夜、アザミの歌、山の煙、君としき人よ、スキアハシエレジー、ヒメユリの塔など様々なジャンルでヒットを飛ばし、ことにラジオ歌謡においては、史上豊かな助長歌が多く、黄昏の夢は、本人もかなり気に入って、晩年まで愛称していた。伊藤は、同郷の作曲家、 古関祐二の作品を多くレコーディングしている。土絵の歌、俗露絵の歌、暁に祈る、海底万里といった、戦時歌謡から、イオマンテの夜、君いとしき人よといった歌謡曲、また、現在でも夏の高校野球全国大会で歌われている、栄冠は君に輝くまでも、伊藤の総称によるものであった。NHK 紅白歌合戦にも、計11回出場している。 詳細は、下記参照。古墨有事のクラシックの拡張は、美しいテナーの音色で歌う藤山一郎に代表されるが、古籍メロディーのドラマティックな叙情性は、藤久夫のリリックな歌唱によって、成果を高めた。性格はまさに合法来楽。酒をこよなく愛し、誰からも、チャーさんの愛称で慕われた。一方で、異常な潔癖症で、 常にアルコールを含ませた脱脂綿面を消毒のために持ち歩き、閉所恐怖症のためエレベーターには乗らなかったと言われる。日本歌手協会の設立にも尽力し、更新の指導にも力を惜しまなかったが、晩年は、死亡がたたり、糖尿病のためインスリンの注射に依存。昭和50年以降には、注射による低血糖発作で震えながら、ステージを務め、痛々しいものがあった。 妻は、元宝塚歌劇団娘役で、宝塚歌劇団21期生の桃園由美香、本名、伊藤浅野、旧姓、西山。NHK の歌番組ステージ101に、出演していた歌手伊藤三連士は長女。また、弟で次男の悟るも出演していた、後に、伊藤悟る名義で1980年頃、郷ひろみのバックコーラスを担当したと言われる。 1978年、昭和53年に、四十法賞受賞。1982年、昭和57年には、第24回日本レコード大賞特別賞を受ける、この受賞の最中継で、顔出し出演していたが、伊藤が、公の場に姿を見せるのは、これが生涯最後となった。翌1983年4月、排水種のため死去。 去年72二君4等曲日小寿小寿君。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。